やっていくわよ。さあ始まってまいりました。今回もアンダーテールの実況がさあジズムさんの手によって今まさにエンターキーが押されたのでありました。ターン、カタカタターン。私実況の山田錦をむさぼる岡栗翔です。むさぼってるんですか。さあ皆さん聞こえるでしょうか、はい、トクトクトクと疲れるこの青いグラスの注がれる山田錦の透明な水。あ、ここはあんないんですね。たしなんでおぎゃー、ふぇー。冷静になれば避けれるわ。行くわよ。大して難しくないですよ、ここは。すぐプレッシャーを上げていく。いやいや、本当に難しくないでしょ。どっちだ、初見の私でも当たんないの。どっちよ。あっ、おわあ。最悪立ち止まればいいんじゃないのかなと思う。はいはい、右下じゃないかな。俺右下行った気がする。違うわ。あれ、でも右下の方ではあったんだ。そんな記憶はある。あの奥の道を見てますよね、しょ。あっちに道があるからこっちよ。おお、なんか確信。もう一個しかない。はい、待ってきたわ。本当だ。ゴールに近づいてそこよ。気のせいよ。違うか。早まったないわ。いい評判に来ました。ここはもしかして追い詰められる場所？ほら、スイッチ、スイッチ。あ、道がない。まずい。こっち明かり、あれ？こっち来れ。こっち明かり、あれ？こっち来れ。飛び降りるのよ、ハリュー。ハリュー、自殺はやめて。電話もできないわ。あれ？もう終わったんじゃない？あ、一度やってんすけどね。一度やってますけどね。鉄仮面に追い詰められたか。おう。ああ、そんなんでしたね。そうか、いよいよあの、ね、マネキンちゃんと会うのでは。ああ、戦わなくて済みますよ今回は。そうでしょうか。今回もなんだかんだ怒ってんのかな。なんだかんだ怒ってるのでしょうか。お、お、これ誰の声だったんですか。ナバプスタープルーク君。自分立てる。ハリウッド。あれ誰だ、ナープスブルーク君。フラウィ。おお、お花畑である。うん。おお、なになに、今何入ってる。ええ今そこだけ、そこだけ水の中判定なの。あ、ここ、あ、そうか、そこ全部水か。全体的に水だ。びっくりした、びっくりしたわ。落とし穴かと思いきや、うん、見覚えのあるメーカー。ここの滝もパカッと割れたりしてね。ねえ、ちょっと調べながら行ってみる。でもなんか筋が入ってましたね、あの、この前のとこちゃんと開くところは。はい、監視カメラはあるかもしれないですけど、こう今まさに俺たちが見てる画面が監視カメラであるのだ。暗転すると反射して我々の顔が見えるみたいな。見えてしまうそれちょっと、ね、誰だこのブサイク。俺や。現実を見せないで。どこでも深い滝壺の闇に消えていく。決意みなぎる、うん、見えるや。とりあえずみなぎる。サブサブ。さあ来ました。なんかクーラーボックスに何か入ってたりしなかったっけ。あ、なんかこれデスクトップ PC だ。デスクトップ PC。 あ、右上がクーラー。本は？お、パピルス。誰も電話。パピルス。誰も電話。ここだ。あ、いたいた。いずれの宇宙食がいくつか入っている。宇宙食ってすごいよね。持てないわ。およ。おお、なんかいらないのたくさんありましたね。まあでもしょうがないよね。また取りに来ればいいんじゃない。あ、そうか、あれなんかいつ異次元ボックス電話できるのか、ね、うん、あ、わかんない。俺なんかいつの間にかあったよね。なんか見逃してます僕。いや、まだないと思うよ。ハロー、マネキン。いいえ。お互いの目をしばし目と目が合う瞬間。あ、お、どうしたの。あ、やっぱり怒るんかい。ペロペロ。俺だっけ。俺と一戦交える気概もないか。俺はマネキンに取り付いている亡霊だ。俺のいとこもかつてマネキンに取り付いていた。そう、貴様が現れるまではな。貴様はいとこに話しかけた。いとこは楽しくおしゃべりができると喜んだ。だが貴様が放った言葉は、
よくもあれほどまでに恐ろしいことを口にできたものだ。あまりの恐怖にいとこは招きを捨てて逃げ出した。覚悟しろ人間、貴様の魂もその肉体から追い出してやる。なんつったっけ、なんて言ったっけ。ただのマネキンだっつったっけ。あ、プンスカマネキン、なんかちょっと可愛い感じになってますね。話すわ、弾まない。誰も嬉しそうだ。無駄だ無駄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 。いやいや、こんなんだったね。ちょっとかっこいい。あ、そうかそうか、当てるんだ。あ、いたあったあった、このテクノボール魔法攻撃を俺に当てるな。おい貴様、俺が魔法と言ったことを忘れろ。いいな、ここはジャズだね。あ、この亡霊系はみんなジャズイなんでしょうか。そうなのかしら。あー、そうか、ナプスプルダイク君もなんかそんな感じでしたよね。じゃあつい、お、危ない、ミサイルと栄養か体当たりの、あ、もうダメだ、あ、まずい、あ、終わりだ。悪いけど、この最後のミサイルは一度も当たってないわ。お、すごい、嘘だろさっきのやつよりもっとゴミだぞ。出ましたね。思っててもちょっと言えなかった。ひえひえ、あ、殺人ないんだ、やめて。暴れ回ってる狂ってますね。荒ぶってるぞ。あ、賛成部よ。なんだ、当たるわまずい、この賛成部当たるわ。あー、賛成部だ、クソ、もういい、あわよ。ふわ、これやっぱナブサブル君が親戚だから責任取りに来てくれたんですかね。そうなのかな、いや、うん、ごめん、なんか邪魔しちゃったみたいだね。君の友達帰っちゃった、どうしよう、せっかく楽しそうにしてたのにね。知り合いじゃないのか。ちょっと挨拶したかっただけなんだ。またねじゃあもうお家帰るね。もしよかったらついてきてもいいよ。別に来なくてもいいけど、きっと忙しいと思うし。いいの、気にしないで、行ってみただけだから。行く行く、来るの。あ、でも宇宙食取りに行こう。あ、1個しか取れないんじゃない。はい、もう1個入ってなかったっけ。ほら、はい、もう出ないんですよ。まあ1個あればいいか。コンプリートボックスよ。浮いてるあ、この道を上に行ったところに住んでるよ。それはずっと浮いてると思う。来てもいいし、別に来なくてもいいけど。ものすごい静かな曲ですよね。静寂なエリアということはまた、あ、そっちはアヒル先生が。そうですね。でこっちはアンダインの家で、まだいいですね。あ、さっきの、あ、もういるんだ。あ、あんだよ、あこれも仕事なんだよこいつずっといますよね。で、左が、右がメタルナック君だっけ、誰だっけ。メタトンの、あ、元のお家ですね。ごめん、まさか本当に来るとは思ってなかったから。何もないけどゆっくりしてってね。じゃあ久しぶりに宇宙感じますか。何か音楽でもかける。別にかけなくてもいいけど。ルイージマンション、あ、名曲だね。最近こういうの少なくなったよね。君が作ったんじゃん。この絶妙なアンビエンス、全身がゾワゾワってなるよね。あ、この曲ね、歌詞を覚えたら思わず一緒に歌っちゃうよ。うー、言うのやめなさい。あ、口笛では、それはテレビだよ。それで面白い番組を見るよ、時々ね。宇宙音だったらあれでしたっけ。話しかけてたらじゃない。あ、うん、おやつ用意するね。はい、ゴーストサンドイッチだよ。食べてみる。あ、そうでしたね。あ、ダメだね。何この何とも言えない間。美味しいご飯食べた後は床に寝転がるとゴミみたいな気分になるよ。ゴミみたいな気分、ね、うちの実家ではみんないつもそうするの。君も一緒にやる。じゃあ真似して。動かない限りずっと寝たままでいるんだ、こんな風にね。だから起き上がりたくなった時だけ動いてね。この曲聴きながら、これすごいな。すごいシュールなお友達だよね。あ、でも音も遠くなってきましたよこれは、だんだんナプスタブルーク君がディズムの顔に見えてきますよ本当だだんだん見えてきますよ。彼が宇宙の意志だったんですね。
これずっともっとほっといたらすごいとこ飛んだりしないですかね。そうなんだ、ブラックホールに吸い込まれるんだ。だんだん、うん、画面うねうねしてますけどね。一応こう家具はそのままなんだね。ね、家具すらも消えて何分ぐらいそのままにすればいい。エンディングになっちゃうんじゃない。あ、動いた。もういい、動きましょう。楽しかったね、ありがとう。この名曲ゴロゴロした後はしばらく休んだ方がいい。あ、聞けなくなるんだ。CD の制作作業を続けるね。むしろ休むんだ。あの蜘蛛の巣はセール中みたいな。あ、チラシが、お媒介が、うん、なんかコメントにあったんですけど、これを聞いたまま移動するとっていうのを聞きましたね。ほうほう、あ、まだ流れてますね。流れてるね、中の、あ、お、おう、あ、出るんだ、ここ。お、出るけど曲聴いてる。え、この曲何。おい、わかんないけどちょっと怖いな。お前そんな風に喋るんだ。シャイレンの歌声よりひどいね。そんなことない、彼女はこんなに怖くないよ、バチ。怖いならなんでウインクしてるの。怖いねのサインさ。ダメだ、この曲リズムが汚すぎる。おっしゃ、待って、置いてかないで、バチバチ。僕もよくあなたはちょっと怖いって言われるけど、これはその罰。お願い、止めて。もう怖いって言われないように頑張るから。うわやっぱ筋肉で浮いていくんだ。なんで浮いていくんだろう、僕は。ああ、そういうのがあったんですね。テミ出ないのかな。テミこの先に出るのでは。テミこの先か。はい、じゃあ行きましょう。やりますか、カタツムリ。はてな、テミ村ありますね。あ、カタツムリレースじゃないですか。カタツムリレースしてきます。これだって勝てないもん。いや、まあ分かってますよ。じゃあ一回だけやりますか。なんか気まずいね、今仕事中なの。あと、ブルーグ家のカタツムリ牧場へようこそ。まあ見ての通り従業員は自分しかいないんだけど、前は結構繁盛してたんだけどね。お得意さんがある日パタッと来なくなっちゃって。お得意さんがね、今じゃ月に1回ケムクジャラの人が来るだけ。ケムクジャラの人は王様ですか。あれだろ、王様なのかな。メタトンのことでしょ、あれ、いつも来てたの。あ、え、いつも来てたの。メタトンじゃなくて、メタトンじゃなくて誰、あれ、トリエル。あ、トリエルさんか。トリエルがカタツムリやたら詳しかったから。ゲームする、喋ってたし。サンダースネイルって言うんだけど、カタツムリにレースをさせるの。黄色いカタツムリが1頭になったら君の勝ち、1回15分だよ。スタートしたら Z も何度も押して応援して、ね、準備はいい。 OK、 スタート。頑張れ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 。緊張でひっくり返っちゃうでしょ。押せよ、頑張れ頑張れ頑張れ。あー、もうダメだ、頑張って頑張って、そこをなんとか。あー、もうほら、殻にこもっちゃったよ。もう気がつくまで頑張って。もうかわいそうに。あ、燃えた、レース。あー、カタツムリ応援すぎたみたいだね。絶対失敗できないってプレッシャーに彼女は押しつぶされちゃったんだ。残念だね。もう来ねえよ。攻略法を持とう。全くにもいいところだ、うん、行きましょう行きましょう。あ、あ、あとボックス、ボックスね。え、まあ、あんまり敵に当たることもないんで大丈夫じゃないですか。全部預けちゃって。犬の落とし物いらない、手袋いらないし、うん、売ってもいいくらいですけどね。手袋テミ村で売る。あ、テミ村ね、うん、丈夫な手袋もそうですね。2つもある、丈夫な手袋。雪だるまのかけらは預けときましょう、うん、地方に持っていく。そこの話題の富士リンゴじゃ。あ、今のうちに買っとく。ビチャ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 富士リンゴ。困ったメガネはなんだこれ。アーマーか。でもマイナス5ですね。あ、本当だ。無敵時間はでも延長です。やられる前提ね。エリオいないよ。さらばじゃ。気をつけてな。もうお前の話は聞き飽きたんだよ。ビチャビチャとかを入れる。ビチャビチャはいらない。はいはい。これ下は何でしたっけ。あ、あれか。橋渡し、橋渡し。ああ、船ね。そうですよね。船頭がいいところですね。グイグイ行くわ。よし、行くわ。もうすぐテミ村よ。あ、いちいち調べちゃうパターンね。テミに会えるわ。会いに行く。テミだ。一応会いに行く。一応。で、デーガク晴れたいですよね。デーガクの分晴れてあげたいね。デーガク行きたいんだもんね、テミ。デーガク。はいはい。おお。ここに下ができるんだ。テミさんがいいんじゃないですか。あ、出た。ちょっとなんか聞いた話によると、これは手強い。なんかずっとほっとくと、
なんかテミーが大変なことになるって聞いたんですよ。どうなの顔がどうかなって。どこでほっとくといいのかが分かんなくて、この画面でほっといたらいいのかな。ほっといてみますか。はい、試しに。でもちょっとずつ顔はずれてってますよ、右の方に。本当ですか。ずれてってますよ。うん、ほら、こう、このだんだん、こう、え、嘘、彼の左目のところがどんどん動いてますよ、これ。動いてますよ。顔がおかしいとこ行ってますよ。本当に。うん、そうだ、いやいや、行って行って行って、角度上げればよくなってるよ。え、そうだ、もうやばい、彼は彼はやばい、彼はもうダメですね。これもうそのナレーションで隠しボスって言っちゃってるもんねボスなんだこれ。ボスなのかっていうところありますよねこれじゃあ行きますか、一応。はい、じゃ分析してみましょう。デミフレックス、あ、はい、してみましょう。デミずってん中ずってん、今日は人間なのデミの大好きでも人間デミアレルギーあわわわわ、今日はなでなで。お前顔の位置おかしいぞ。ビヨーン。あー、顔戻った顔戻った、怖い。あ、セーフ追っかけてくる。あ、顔もったもったもった。テミがこちらに駆け寄ってきた。勢いよくガバッチョしてきた。じゃあテミフレックスを食べさせよう。いやん、ペコハラパターン。持ってたらまた変わったのかな。そうなのか。あ、まずいぞ。いいないですよ。まずいぞ。あ、あ、当たったら戻ってくる。優しい。カバッチョしてきた。話すわ。はい、アジシテミーだお。お前その攻撃しかしてこない。右足ばっかり伸びるこの子。あ、いいですよ。あ、もういいんだ。ちょっとポーズも取ってみていいですか。いいけど、やってみますか。せっかくなんで。筋肉もりもり動かしてみた。にゃん、筋肉凶悪にゃーいどうした。おお、お前出てくんだ。いや、いや、あ、やべえ、出てきた。え、お前出てくんのかよ。聞いてないわ。あの、こちらが筋肉を見せる。ポーズ見せたからか。あ、なるほどね。筋肉をピクピクすぎてやめて、すぐいなくなってくる。65度、お前もらえたんじゃないですか。あ、あ、もう来ました、来ましたね。デミーまでやってまいりました。じゃあ行きましょう。久しぶり。おい、デミーだ。隣は友達のデミーだ。イカれたメンバーを紹介するぜ。はい、デミーだ。隣は友達のデミーだ。はい、デミーだ。友達もよろ。どうも、僕はボブですセーブしましょう。不思議な何かを感じ、決意みなぎだ。どうもね、ここテミー店よく来たな。ここ今お金が155しかないから、うん、学費ね、学費かたっけせえ、なんともならんすな。まあ、なんとかなんじゃないですか。丈夫な手袋いますでしょ。あわわ、それは丈夫な手袋じゃねえか。その丈夫な手袋絶対欲しい。でもな、テミー大学の金貯めないとな。テミー丈夫な手袋絶対欲しい。テミー丈夫な手袋を51ゴールドでゲッツ。ノーなんでなんノー60分かった。テミー丈夫な手袋を65ゴールドでゲッツ。オッケードンクス丈夫な手袋まだありますよ。テミー丈夫な手袋を50ゴールドでゲッツ。ノー、あ、これは別に必要な。できるまでできやすいのかな。あ、ドンクス出るまで、どうなんでしょう。それで270ゴールドになりました。そうですね。どうもね、ここテミー店よく来たな。いや、でもさ、激安のあれを、はい、テミーフレックスを買えばいつかは1000ゴールドだと思うんですからね。1000まで貯める方法、いつかはできますから。1000まで貯める方法、うん、なるほど。それで定額費やるんですか。やってみます。やるんですか。やりますか。せっかくここまた来ること、まあ売りに来ることあるかもしれないですけど。壊せ、富士急だ。見て、あと富士リングね、それは一回あれ、そうですね。あ、まあ、それデミ出たい、欲しい。でも手が、デミ大学からこれ出るんだ。デミフレンス出たい。ノー、え、なんでなん、ノー。わかった。もう一回ノーいきます。いや、いや、上がんのこれ以上。いや、上がんなかった、上がんなかった気がするじゃあ一回預けて1000貯まるまでやりますか。そうですね。
倍なら、つまりあと700ぐらい買わなきゃいけないのでは。ほいーん、おっ、行くぜ。テミーは手強い。テミーフレークスを食べさせる。はい、イエーイ。どっちもじゃん、これ。はい、イエーイ、イエーイ。食べさせましょう。はい、ゴヒャン。うわー、普通に戦闘か。やばいやばい、激しくぶり合って。 あ、上げたからもういいんだ。はい、30ゴールド、微妙ですね。お、出た。じゃあ俺が鼻を噛んでる時にデミーフレックスを食べ、あげますか。いいえ。地獄の扉を開けちまったね。おわえ、これよけれないやつじゃん。他の攻撃忘れてしまった。あれしかしてこないの。食べさせましょうか。そうですね。もう一回押したいけど。どう思いますか。もう一回ちょっと見やる。地獄の扉を開けちまったね。これは一緒なんだね。必ずダメージ与えてくれっていう、これ。なるほどね、うん、絶対受けられないね、それは。さあ、メイクさん行きましょう。グヒャ、これなら避けるチャンスがある。避けられると、うん、ハートの位置がね、サチコです。手すりみなぎた。さあ、それでは、おお、もうすぐですね。ここまで来たんで、はい、残り11ゴールは錬金術で。はい、素晴らしいですね。うどんのねえです。あはあ、先行となりました ね、 そうですね。買いましょうか。ちょっと待ってください。はい、よし。では行きましょう。デーガク、テミー、デーガク行きたい。イエス、おわわわ、金いっぱい、こだに、オッケー、オッケー、テミー大学行ってくる、ユー、鼻高々。すい、顔面残しの術。おー、なんか残ってんぞ、大事なパーツ。すあら、博士号取ってきたの。D 学はいてきた、芋はなかった。テミーいっぱい勉強して新しいアイテム売れるようになったやった。どうもね、ここテミー店よく来たな。テミーアーマー。テミーアーマー、何それ。え、欲しい。バトル楽勝、2000ゴールドですよ。だって、え、欲しいな。これディズムさんのためにあるようなアイテム。確かに。イエス、金ないのか。じゃあ今度テミヤマーのために今度頑張りましょう。ひとまずじゃあバーにますか。じゃあコンパート以上で。テミテミ、はい、不思議な何かを感じる。決意みなぎたー。ご視聴ありがとうございました。